ラフト今日使いでエンゼルトーマスできるのか、どういうキャラも9は200本よく当たることでやっていきたいなと思いまーす。どうしたこっちのぞてそういうことで DNT しかないマインクラフトにねやってきました。ということでこんな感じで歩いたところがネザライトになって、もう全てがネザライトになってしまうんですよ。うわーこれは怖い。じゃあちょっとね作業台を作ってレシピを確認しましょう。あ、原木は DNT にならないんだ、よかった。いやこれクリーパーとか来たらマジで怖い、すぐ倒さなきゃね。これで作業台作って、うおーなんだこれ、なんか作業台が岩盤になってる。よし戻しました。ちょっと前のリソースバッグ入れたまんまでした。じゃあ作業台置いて、うわーレシピ解禁された。じゃあ見ましょう。はい、ということでこんな感じで DNT の剣とか斧とか弓とかツルハシをねクラフトすることができます。あ、ちょっとまずこれ作ろう。 TNT 無効化、これはね右クリックしたら TNT の爆発をね止めることができるんですよ。まあ、とりあえず怖いので持っときましょう。 TNT ゲットして、 TNT ドンボーンできました。 TNT 無効化、これはね持っといた方がいいでしょう。じゃあまずはね一番簡単そうな TNT の剣、斧、ツルハシからね作っていこうかなと思います。棒が必要だ。そしてね今回のモッドも自作モッドということで、皆さん高評価だけは本当によろしくお願いします。動画のね下から高評価をするので、高評価だけはね本当によろしくお願いします。ということでまあね原木を集めていきましょう。これで棒を作って作りましょう。棒こう TNT こうできました。 TNT のツルハシよいしょ、ちょっと使ってみましょう。この TNT のツルハシは右クリックするとこんな感じで 5×5 でね掘ることができます。いやーこれはいいね、これでね鉱石とか簡単に集まるでしょう。なんか爆発なエフェクトも出てますね、爆発したんだと思っちゃう。じゃあ次は斧を作りましょう。もう GoTNT はいできました。 TNT の斧よいしょ、これは普通にね掘るのが早いだけです。まあこれはね結構便利かもしれない。いやー原木集めやすいね。じゃあ最後にね剣をね作ろうかなと思います。やっぱ剣を持っとかないとクリーパーとかで、ね、来た時に倒せないので作っときましょう。棒を作って棒はい TNT ゴーできました。 TNT の剣攻撃力20、いや結構強い結構強い。じゃあちょっと使ってみましょう。えいうおーい一発で倒せる、いやこれは強いね。いやこれならクリーパーとかも一瞬で倒せるでしょう。うわエンチャントついてる、気づかなかった。ダメージ増加10、ドロップ増加10、耐久力10がねついてます。よっしゃ。そして TNT のツラハシは幸運10、効率強化10、耐久力10がついてます。幸運ついてるってことは大液鉱石とか掘ったら10個くらい出てくるってことかな。うわーすげえ村ある、村よっしゃ、村も TNT になるのかな。うわーすげえ、原木以外は TNT になりますね。あチェストだ、はい、あパールパール、なんかエンチャント剣リンゴとか欲しいよね。じゃあシャワーアーバー、あそうだこれ TNT のリンゴ作れるからちょっとリンゴをゲットして作ろう。 TNT のリンゴって多分爆発耐性とか耐性とかついてるんじゃない。あでも葉っぱが取れない、葉っぱが TNT になっちゃう。どうしよう。ああ、どうやってリンゴ手に入れよう。ああ、リンゴドロップしてる。よかった。リンゴ拾って。一応ね、村のチェストも漁ってみようかな。村のチェストにリンゴ入ってるでしょ。最後の家。ああ、チェストあった。はい。オッケー。リンゴ3個。あ、エメラルドも入ってる。このエメラルドを使って、この TNT の村人を作れるから、ちょっと後で作ろう。よし、じゃあまずはリンゴから作りましょう。リンゴこう TNT。はい、できました。TNT のリンゴ。よいしょ。なんかエンチャントついてますね。エンチャントキリンリンゴみたいに効果がつくのかな。じゃあいただきまーす。はい、ちょっと待って、ないねー、ちょっとそう TNT 無効化無効化無効化、はいはい、じゃあ、よかった、危ねー、びっくりした、何今のやば、よかった今無効化使えたね。無効化今の結構よかった、すぐ爆発抑えられた。うわぁなんだ今の、めっちゃびっくりした。そして効果は移動速度上昇、衝撃吸収、村の英雄、攻撃力上昇、再生再生能力、耐久速度上昇、火炎耐性、即時回復、いやつきました、いい、最強すぎる。いや今のはびっくりした、 TNT 出てきたね今。まあでも効果強いからすぐね無効化使えば大丈夫でしょう。ちょっともっと無効化作ろう、めっちゃ便利ってことが分かったから大量に作っとこう。よーし、無効化64個、じゃあちょっとアイアンゴーレムを倒しますか。えい、これで、はいはいはい、いきまーす。これ一瞬で倒せるんじゃない。あはは、2発で倒せた、いや強すぎる。よーし、鉄ゲット。あーそっか、作業台が壊れちゃったのか。あーじゃあこれ TNT のハートを
作ろう。 TNT コア石炭、はいはいはい、できました。 TNT のハート、よいしょ。じゃあハートもね、ちょっと TNT にしときましょう。いただきます。はい、うわー、 TNT がハートになってる。ハートが TNT になってるか。よし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 、いいね。あ、パンもあるじゃん。ちょっとパン作っとこう。よし、あ、あ、 TNT になっちゃう。ちょっと待って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 、食料は欲しい。あぶねえ、ちょっとだけ小麦ブロック掘れた。 TNT になっちゃうのか。うわー、次は気をつけよう。よし、じゃあ盾を作ろう。鉄1個あるから、鉄置いて TNT をこう置く。できました、 TNT の盾、よいしょ。うわー、 TNT の盾だ、かっこいい。めっちゃかっこいいですね。でもなんかさっきのリングみたいにガードして攻撃ブロックしたら上から TNT とか降ってきそうで、なんか怖い。ちょっとね、これ TNT の弓を作りたいから、頑張って雲かスケルトンを倒そう。いやー、後ろからクリーパーとか来たらめっちゃ怖い。いや、でもなんか全然周りにモブがいない。ちょっと待って、やばい、クリーパーいる。どうしよう、倒せるかな。じゃあ先にクリーパー倒そう。えい、危ねえ。まあ雲2匹いる。よし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 、これを、よし、ヒント9個、ヒント12個。じゃあ戻って作りましょう。外でクラフトしてたら後ろからクリーパー来るかもしれないからね。うわ、ちょっと待って、エンダーマンもいるじゃん。エンダーマンはさすがに倒したい。えい、えい、よし、エンダーパール3個。よし、すぐ戻ろう。エンダーパールで、えい、いや、クリーパーいないよね。ちょ、 TNT のリング食べよう。ちょっとさすがにね、水の中で食べたら大丈夫でしょう。いただきます。はい、大丈夫でしょう。さすがにね、さすがにさすがにさすがに、よかったー。これ次食べるとき水の中で食べよう。よし、じゃあ作りましょう。はいはいはい、ヒートをゴー、できました、 TNT の弓、よいしょ。ちょっとパンも作っとこう。よし、パン19個、これでお腹空いても大丈夫。じゃあちょっと弓使ってみましょう。いきます。えい、なんだ、うわー、ちょっと待って、爆発するじゃん。これ地上で使いたくない。あそことか何も TNT がないところにこうやって撃つ感じなのかな。ちょっと怖いわ。エンドに行った時にエンドクリスタルを壊す用かな。多分それでしか使えない。これは地上で使うのはちょっと怖いね。よし、もう寝ようかな。じゃあ他に作るものないよね。よし、ない。じゃあ寝ましょう。おやすみなさい。おはようございます。ということで TNT のね、村人を作っていきましょう。 TNT ゴーゴーゴー、エメラルドゴー、できました、 TNT の村人、よいしょ。うわー、すげえ、これ TNT の村人が出てくるのかな。じゃあ使ってみましょう。えい、うわー、 TNT の村人が出てきた。取引見てみましょう。はい、うわー、すげえ、全部 TNT で取引できる。あ、これもらっとこう。 TNT64 個で原木64個、これはいいね。ダイヤモンドも取引できるじゃん。ちょっとダイヤモンドは大量に欲しい。よし、ダイヤダイヤダイヤ、もっとダイヤ、もっとダイヤ、もっとダイヤ、よし、ダイヤ64個。じゃあダイヤフル装備にしよう。僕まだ川だからね。チェストプレート、レギンス、ブーツ、ヘルメット、はい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 、ダイヤフルアーマー、めっちゃかっこいい。じゃあちょっとトーテムを作りましょう。武士のトーテム、はい、 TNT ゴー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 、できました、 TNT のトーテム、よいしょ。ちょっと盾とトーテムどっち使おうかな。トーテム使おう。これじゃあちょっと死んで何の効果がついてるか確認してみましょう。高いところに行って、一応ね TNT 無効化を持っときましょう。いきます。えい、どんな効果がついてるのか。おー、ちょっと待って、防具が TNT になった。ちょっと待って、ダイヤモンド作った意味ないじゃん。リンゴとは違って TNT 降ってこなかったですね。安心した。なるほどね、トーテムを使えば防具がつくのか。ちょっと怖いからもう一個トーテム作っておきましょう。よし、インベントリーで端で持っとこう。鉄インゴと取引してバケツ作って、よし、じゃあ洞窟に行って溶岩湖探してネザーポータル作るかって思ったんですけど、これ溶岩湖行ったら燃え移っちゃうじゃない。大丈夫かな。それ以外ネザー行く方法ないよね。爆発覚悟で行きますか。いやー、ちょっと怖いな。行きましょう。うわー、洞窟来た。知らないところでクリーパーとか爆発してる。うわー、クリーパーめっちゃいる、クリーパーめっちゃいる。そう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 、やめてやめてやめて。はいはい、危ねー、怖い、本当に怖い。なになになに、チビゾンビだ。待って、クリーパー2人いた。これ壊して、マジだ、気づいたらクリーパー後ろにいるとかありそうだから本当に怖いわ。わ、ダイヤ鉱石も見える。いや、溶岩湖ないかな。わ、クリーパーいるじゃん、また本当に怖い。えい、ちょっとリンゴ食べよう。リンゴいただきます。食べて、向こうか向こうか向こうか、よし、消えた、よかった。うわ、めっちゃエンダーマンいるじゃん。これでエンダーパールゲットしといて、ちょっとクリーパーいすぎ、ちょっとこれは処理できない、これは処理できない、さすがにさすがに無理。ちょっと待って待って待って、危ねえ、びっくりした。4体はさすがに無理ですね。危なかった今。いや、全然溶岩湖が見つからない。うわー、溶岩湖あった。よし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 、水流して、えい、よし、アイスバケツチャレンジ。ちょっと燃えてる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 、向こうか向こうか向こうか、危ない危ない、本当に危ない。壊して、よし、溶岩石24個。ちょっと本当に怖い、何これ。ちょっと溶岩全部なくしたい。ちょっと溶岩どこまであんのこれ。ちょっと待って、ありすぎありすぎありすぎ、全然ふざけない。あと1個、よし、溶岩全部消せた。いや、マジで怖かった今。よし、じゃあ砂利探そう。よし、砂利あった。あ、砂利も TNT になっちゃう。えい、
ユーチューシー、よっしゃユーチューシーしてた。ユーチューシーと鉄インゴット、よしユーチューシーと内金、じゃあポータル作ろう。よし形できた。着火。間違えた、ちょっと待って、嘘危ねえ。行く前に金インゴ食べて、で向こうか行きましょう。デザーランクも TNT になるのかな。うわーなっちゃう。ちょっと待って、これ爆発しない。ちょっと嘘危ない危ない危ない、これ爆発しちゃうじゃん。そうだ、ネザーと妖怪まみれなんだった、忘れてた。あれ、なんかネザーラックが TNT じゃなくなった。あれ、歩いても TNT になれない。よしよし、この今のバグってるうちを利用して、あ、待って、床の森ある、床の森ある。いやでもエンダーパール足りてるからあんま来ても意味ないかも。早くネザー要塞見つけてこのネザーから抜けたい。よし、エンダーマン来た、エンダーパールもらって、よし18個。じゃあもう要塞探そう、要塞。うわ、これはうわ、要塞あるじゃん。ちょっと待って、これいけるかな。ガストから撃たれたらこれ死んじゃうでしょ。いやガスト来ないでくれ、やばい、効果切れる。よしリング止めよう。えいで向こうか。よし要塞くれた、恐ろしい要塞。素早くブレイズを倒して、えいえい、よしブレイズロット、これでエンダーアイ作って、よしエンダーアイ18個、これで足りるでしょ。戻りましょう。うわ、爆発してる、怖い。うわ、なんか周りのブロックがなくなってる。いやこれいけるかな。あ、そっか、火炎耐性ついてるのか。じゃあこれでいける。よし、着火、間違えた、着火。よし、行こう。爆発する前に。よっしゃー、戻ってこれたー。危ねー。めっちゃ怖かったー。じゃあ、市場に行って、要塞を探しましょう。えい、うわ、すげー。これなんかすごい。戻りやすくなってる。やったー。てか、今思ったけど、全然盾使ってないね。トーテムに変えちゃおう。よーし、戻ってこれたー。じゃあ、寝ましょう。おやすみなさーい。おはようございまーす。ということで、TNT のリンクを作ってから、要塞に行きましょう。あ、こういう時こそ、TNT の指使えばいいんじゃね。これでリングゲットできるでしょ。あー、リングドロップしてる、これいいね。よーし、リング行こう。 TNT のリング作って、よーし、ここできた。じゃあエンドルトーマス行きましょう。エンダーアイ、はい、あー、あっちだ、向かいましょう。うわー、下行った、ここだ。よーし、行きましょう、行くぞー。うわー、クリーパーいるじゃん。ちょっと待って、怖い。すぐに行く。おら、あ、ちょっと通り過ぎてる。あ、ここだ。よーし、アイスパイ、要塞来れました。うわー、あったー、エンドポータル作って、よし、じゃあエンドラトーマス行っちゃいましょう。行くぞ、エンドラトーマス、よいしょー、エンド来れました。あ、ちょっと待って、これめっちゃエンドラトーマス楽かもしんない。エンドストーンは TNT にならない。じゃあここでもう無効化とかせずにリンゴ食べても大丈夫。うわー、めっちゃいい。じゃあ指でエンドクリスタル壊していきましょう。高いところに登って、えい、ここからね、指を使えばめっちゃ簡単に壊せる。お、全部壊せてる、あとはタイル削るだけ。いや、これ削れてるのかな、効果のバーで全然見えない。お、半分削れてる。ほらほら、倒せる。えい、あと行けそう。なんかどんどん遠くなっていくエンドラが。あと一発いける、よっしゃー、レーザードラゴン倒せたー。よっしゃー、倒せましたー。ということで、TNT しかない世界でエンドラトーマスできました。ということで、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思ってくれたら高評価、チャンネル登録、通知をよろしくお願いします。ということで、次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。